俺今めっちゃ気分いいっすよ。なんでだよ。課題がですね、残り理科だけ。いやー気分いい。結構ちゃんとやってんじゃん。お前答え見たろ。え、答え見たのもあります。オンライン授業が始まるかもしれないんですよ。すげえ。中学校で。考えただけで無理。中学生はやってないと思ってたんですよ、俺オンライン授業。俺の周りの学校全部今オンライン授業で。やば。なんかコネア君今日、フォートナイトの設定上げてた動画。お前、タイトルとか適当すぎるだろ、サムネもお前。ペガサスもまあまあ適当って言われて。ペガサスの方がまだちゃんと作ってあるじゃん。ペガサスしかもなんかこいつ。11時ぐらいに動画出しましたからね。こいつの動画出すタイミングがマジでわからん。なんでその時間で出したの？サムネができてあげたいと思って。 DS はなんか朝の10時ぐらいにあげてね。12時か。そんぐらいが良くないですか？まあ今の期間はそんぐらいがいいかもね。そうですね、コロナの期間で。いや俺やばいっすよ最近。海に修行するっていう動画を撮ったんですよ。当て積みとかをしてた動画、それが8時間ぐらいで10万再生。すげえ。ちょっと待って、誰か俺の画面見てみて。やばいことになってる。プレイステーション1になってるんだけど。これエグいことになってる。やばいやばい。プレイステーション1のグラセフみたいになってんだけど。PC の中にゴキブリ入ったんじゃないですか。ゴキブリ入ったかこれ。ちょ、俺パソコン再起するわ。何俺途中から入ってきたんだけど、なんかやべえこの話じゃんか。大事ちゃんの配信を見ながら、チンチン出して食べるっていう。なんだそれ。俺ブラボ寮のボンサバ 2CH 見てるから。東京の上が一番多いです、 YouTuber で。どうしてフィッシャーズより伸びてないのか分かんない。年齢層がやっぱり幅広い年齢層見てもらってんじゃない、下から上まで。下って何ですか？下ってもしかしておっこのことですか？なんでそっちになるんだよ。てめえておっだろ。あ、ラマ、なんであんなラマすげえとか言うけど。やべえな、取り合いだよ。いや、いきなりラマ行くやついるか？あ、いますね、フライトさん。デフライトです、どうも。何言っとんねんお前。あのゲームでネフライトさんが自分の動画にてですね、公式大会で自分の相方が 1v1 になったんですよ。その時に怠慢って言おうとして滑舌が悪すぎて聞こえてしまうっていう動画なんですよ。あらたたたって言ってるんですよ。ナイス、たま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 。なんかそうやって G4 とか壊れる爆弾で死んだ爺ちゃんのことが思い出すから気分もあるんだけど。あれ俺すごい何言われたのこれ。いや知らないの。モダンかなんかでフェンダーでやってもうちょいで勝てそうな時にそいつだけがめっちゃ殺されてて、それでイライラして抜けて、それでお前なんで抜けんだよ、お前もうちょいで勝てそうだったらお前なんで抜けんだよって言われた時に言い訳として、でなんかこうやってなんか盾とか C4 とか使われると爆弾で死んだ爺ちゃんのことが思い出すから気分もあるからって言うんだよね。気にしてるよお前。マジクソゲーだな。これ出たから。いやお前何抜けてんだよお前。いやもう少しで取れそうなのにさ、お前なんで抜けてんの。さすがにああやって盾とかグレランばっかりやられたら爆弾で死んだじいちゃんのこととか思い出すから、もう気分悪くなってくんだよね。ほんと10年ぐらい前じゃね、その動画。お前10年前の動画切ってんだよ。動画はね、ガッツでもねえし、時代でもねえんだよ。俺10年後も見てますよ、草木さんの動画も。でも多分見返してると思うな。俺それまで生きてるかな。いや、お前、10年後はさすがに生きてろよ。死んで死ぬから。お前、お前、中近人よ。でも起きるって言われてるから、マジで怖いよ。いや、でも、俺正直思うんですよ。南海トラフなんて仮に来るとしたら、ニュースとかでも大きく報道されるし、その自然災害に確証がないから、ニュースが大々的には言わないだけで、可能性としてはあるっていう話をしてるんだよね。俺は来ない。そして俺たちが生きている間には絶対に来るから、だから早めに死んどくよね。死んだ時にさ、家とかなくなるやん。その時にポータイトの建築技術で家を作るわけよ。これはさ、マイクラ歴4年だからすぐ作れる。FPS の名言がね、出る動画ね、ちゃんとあるんだね。フォートナイトってそういう系あったっけ、名言集みたいな。ボクシングさんとかないですか。あー、そうか、ボクシングか。マスオ TV のことね。あ、マスオ TV のそうか。あと、セイキンショットとかですね。あ、セイキンショットもそうか。意外にありますね。なんか作ってきたよ、名言。そこの中に入りたいですね、クソエクラも。タモさん、はい。お前、もう、あ、これあげる。お、何これ、え、いいのこれ。タモさんが塗った。何いいのこれ。いや、地雷だね、地雷。あー、そうか。やめろ、おめえは。なんだろ。この流れになんか仕上がってきたのこれ。この前なんか相沢ちゃんと話す機会があってですね、この前ヌメモンちゃんと話したよって言われて、それでクソエクランで不満とか言ってたって俺がふざけて言ったんですよ。そうだったら、いやそういうわけじゃないけどの話してたって言いました。何の話してたんだよあいつ。コネは昨日の大会どうだったの？
昨日の試合は1試合目で93ポイントぐらい稼ぎたんすよ。最後の試合で確実にラウンド2いけたんすけど、最後に固まって死にました。昨日の大会ちなみにペガサスは出たの？ラウンド2はクソでしたけど、ラウンド1もクソかな。どっちもクソって言えばいい。ラウンド1は2ビクロしていい感じでしたけど、ラウンド1は5試合やって4ビクロしました。ちなみに5試合の中の1試合は一番最初にあの死んだやつですね。あ、初動詞1でしょ途中まで。結局結果2だったんですけど、平均順位が1位っていう。でもなんかツイートするのめんどくさくてツイートしなかったわ。いやツイートしろよお前別にすげえことじゃねえかよ。やばい、タマさん俺がいなきゃ勝てないっすよ。タマさんそんなもん。違う違う違う、あれおみみんじょ行きましたさっき。よかったおみみは今日どうだったの仕事。今日暇でした。フォートナイトやった？仕事中だろお前、スマホでするんか。モチベやば。めっちゃフォートナイトのモチベがあった時スマホでちょっとやったりしたけど電車の中で。やばやば、すぐ泣いた。タマさんエディットの練習してくださいよ。エディットの練習してくださいよ。うん、今日はキルトだったからよかったね。まともに練習ができる。ああ、まだね。はい。誰だよ今の声。女声頑張ろうとすんなお前。いやでも俺も女声完成させたいんだよな。ちなつちゃんすか。ちなつちゃん。もう今に気性が悪いんだよな、ちなつの声。女声あるだけで動画の幅広がりませんね。ああ、そう。もう男を一回でもいいから騙したい。お耳はできないの、可愛い声。いやーなんか頑張っても無理ですよ。頑張って、ちょっと一回頑張ってみて。おしりかじり飯みたいな声なんだよ。あ、でもうちあれできるんですよ。芦田愛菜のモノマネをする八代優のモノマネできるんですよ。ちょっとやってみて。頼め芦田愛菜だよ。おお、うまいうまい。でしょでしょでしょ。いいですか、ちょっといいですか、俺言いたいこと。はい、やってみろよ。最近アメリカのペンタゴンが UFO の存在を認めたの。全然違うじゃん。全然違う。何だよ。お耳のことはもう置いといてやる。ペンタゴンの方が大丈夫。2000何年だと1900何年の捕捉したその飛行機の映像ですね。アメリカ軍が見つけたやつよね。録画映像を空軍か。こうね、ペンタゴンが公開して未確認飛行物体がいるっていう公表したわけですよ。この後この世界僕どうなっていくのかなって予測しました。都市伝説系 YouTuber TS さん来た。まずはですね、おそらく未確認生命体、僕はこれはまあ宇宙人じゃないかなっていうふうに思ってますね。未来人とかではなく、未来人とか他の国のね秘密裏に開発しているその飛行物体なのではないかみたいなみんな思ってますけど、俺は宇宙の存在、未確認生命体なんじゃないかな、まあ、いわゆる UFO なんじゃないかなっていうふうに俺は思ってて、その理由は、はい、なんかメインブロック世界で宇宙人が存在するから、まあ、やっぱり現実世界でもなんか存在しててもおかしくないなっていうふうに思ったからです。お前ほんとに言ってんのかそれお前。あれだ、宇宙人で今思い出したんですけど、俺昨日散歩やってないんでコンビニ入ろうとしたんですよ。で自転車を止めようとしたら、なんか目の前からもうめっちゃ髪の毛が長いんですよ。白髪で乳首ぐらいまであるぐらい長いんですよ。70代ぐらいのおじさんで狂ってたんですよ。もうラリってたんですよ。なんかでかい声急に出したりやばいなって思って、もうコンビニ入ったら絶対にすれ違うんですよ。いやマジで嫌だなって思って、まあ、無視してたらそのおじさんが急に俺の顔見て、もう俺の前立ってきて、うわってやってきたんですよ。怖ー、一個UFO と関係ある未確認生物なんだってそれは。なんか俺も昔友達の家遊びに行ったんですよ。結構な時間まで遊びしてで自転車で帰ってたんですよね。なんか黒いのがスンって走ってて、え、黒い影がスン、めっちゃ小さい、どういう、猫でした。猫かい、未確認生物でもなんでもない。猫って分かったっすよ、未確認じゃねえよ、確認済みだって。前からマジですすごいっすよね。なんか UFO がいるってもう意味わかんないじゃない。まあでも、いやーまあでももちろんいるでしょ。もちろんいるって言ったとはいえ、とはいえだってみんな見たことないでしょ。俺らには見えないようになってるんだよ。俺らにも見えない生物は多分いると思うよ。あの目で視認できない。もうそういう話をしたらもう頭のおかしいやつだと思われるよ、ね、ます。人間の目だけでは視認できない生命体、いてもおかしくないと思いますけども、でもそれがいるいないの区別って結局見えないわけだからつかないわけ。そうそう、ま、だからタモさんは今のこの世界ではやべえやつっていう判定になりますね。火星旅行ってあるじゃん。あ、火星旅行じゃない、火星移住か。ナイスナイスじゃない、知らんのなら説明するぞ。火星移住ってあるじゃん、ファイザー社長とか行くって言ってるけど、あれってもうないない、もううざい、俺が来てんだよ、タモさんの頭のおかしいこと。だから、頭のおかしいじゃないよ。これはちゃんとした
それ事実だよおめえ。赤い火星に行ったらもう地球には戻れないんだって。えだから戻る技術がないんじゃない、まず燃料とかの関係じゃない。え前澤社長だからもうそっち行ったっきりよ。だからそれも承知して行くの火星。逃げんじゃねえよ地球から逃げんじゃねえよつって。あそれラスト、それラスト、やばい残り1点で死ぬ俺。決めろ。めっちゃ撃たれてる。ペガサス。あどうやって撃った。お前普通に決めた今。